鍛える英文法必修編をやっていただこうかと。これが家庭法ですか。家庭法の条件、わかんない、ことごとくできないだろうなって思うとこやっぱできないね。始まりました、アマテチャンネルです。はい、またやるのかよみたいな感じになってますけどもそうですね、前回坂上さん日大挑戦して取れたと、はい、まあ法政もそこそこ取れて、はい、もう調子乗っちゃってる。いやそんなことないそんなことないですよもうということでこちら、はい、一から鍛える英文法必修編をやっていただこうかと思います。はい、前にね基礎編やってましたよね、はい、それですらボロボロだったと思うんですけど、今だいぶ力ついたはずなんで、まあはいまあ必修ならいけんじゃないかと、ちょっと問題解いてもらおうと思います。はい、で今やってるのって単元別が多いじゃないですか。はい、ポラリスも何ネクステか、ネクステも、はい、でも実際の入試は単元別に出ないので、はい、ランダムにやらなきゃいけないので、はい、本自体は単元別なんですね、積むんですけど後ろにランダム問題がついてますので、はいはい、そちらのちょっとランダム問題をやってもらおうと思います。はいはい、終わりました。では答え合わせしていきましょう。どうでしたか。いやちょっとまだ分かんないなっていうのもありましたね。なるほど。いやまあね、両問です、まあ、問題選んでるのは私ですからこの後もねもっとねレベルの高いいい問題出てくるので、ああ使ってもらいたいんですが、さあ最初の問題です。さあどれ。パスウェイズ正解です。ああなぜかっていうと、なぜかっていうと、はい、メイクは刺激だし、うん、サジェストは後ろにはザッとがつくような感じがして、うんうんうん、プレベントはフロムだからそう、そのことです。ただまあパスウェイド1 to do って一瞬で解いてほしいですけどね、はい、次が4正解。あ、よかった。慶応の問題ですけど、はい、まあね能動体エレメントで実はそんな難くないんで、あとこのだから仮定法になってね、A bit further north っていうのが、これが仮定法なんですか。仮定法の条件。はあ、もうちょっとこう北側行っちゃってたら、はい、当たってたよね、そのビッグシティーズにっていう仮定法の条件になってるわけですね。難関大で出てくる。習ってないか。これ初めて聞きました。18が3。3。ああ、間違えんじゃねえかなと思ったんだよね。なぜ？いつ来るのって聞いてて、そう1、4はないだろうって思って。4だったら期間になっちゃいますね。そうですね。で、インだと2時間だと、インは未来を表しますね。か2時間後このインは知ってましたか。いや知りません。やばいです。 He'll come in 2 hours って言ったら2時間後に彼来ますよ。 For 2 hours だったら2時間。次が9は2、はい、まあそうですね、後ろ日上がるから2つけなきゃいけない。ああ出ましたね。3。次3。なぜでしょう。なぜオールなんか絶対やらなきゃいけないですね。わかんないですね。動詞を見てください。動詞なんて書いてますね。ハズウェイティ。そうですね、ハズってきて、あ単数ですね、はい、オール、フィュー、サム全部複数扱いですから 1,2,4 は無理っていう問題です。はい、はい、あこれも勉強してたかな。3。もうことごとくできないだろうなって思うとこやっぱできないねセルダムイフェーバー知らないですね。知らなかったです。絶対に何々しないっていうのにあるとしてもっていう数学つくですね。はい、イフェーバー、イフェーに、イフェーにしてちゃんと抑えなきゃいけません。はい、はい、あとできちんと勉強してください。はい、次です。まあ、さっきの日大でできるようになってなきゃ困るのがこの問題かな61は2。ああよかった、そうですね、さっきの日大で間違えてるポイントでしたから次、ああ前に間違えたポイントだって分かっているかな。答えは3。ああよかった。近く同士の部屋の受け身ですね、はい、前に間違えましたから近く同士。はい、4 なんでさっきのに引っかかんないでこっちに引っかかんない。 Almost countries だったらどういう意味になっちゃうよ。ほとんどの国、こっちにはなりませんね。 Almost countries だったら国みたいなものになっちゃいます。ああほとんどのは most でしょ。はい、その前の問題と同じポイントなのに間違わないでください。これ前も引っかかったでしょ。きちんと almost all ですからね、ほとんどのっていう場合は、はい、同じ理由でその138も1が正解にならないわけ。 almost all だったらってる、はい、いやここはちゃんと most と almost は復習しておいた方がいいですね。はい、次は統治か。1、はい、2。この統治知らないか。だって、Even if Peter to ask だったら、はい、to は何ですか。そのああ。おか
しいでしょ、そんなところに2がいるなんて、はい、Were Peter to ask me again だったら仮定法の動詞でしょこれは、はい、はい、元の形に直すと If Peter were to ask me again、 そう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 、そうですね、仮定法の if 取って助動詞 be 動詞とか前に出すってやつだよね、はい、とか Were to、 Were to が習ったでしょ、それは習いました。はい、これ2にあやっぱ知らないかな、はい、イディオム Beyond Recognition さあどういう意味でしょう、想像を超えて認識できない、認識できない Beyond 何々何とかできないっていうんですね、だ例えば Beyond Repair って言ったら修理できない、はい、それは習ってないか、それを超えてしまうっていう意味ですね。次92番が3、はい、きっかかなかったですね、はい、2は文法上合ってるけど意味上違う、見たことある One third the size of とかっていう倍数プラス、いやちょっとこれは分かんない、これは知っといた方がいいですね、レベルの高いやつで、これも倍数表現で出てくるやつ、何倍 the プラス単位プラスオフっていう表現、これは狙われるとマジで間違えるから、はい、この表現は知っておくといいです。今回は3分の1だから間違ってますね、そうですね、だからこれだ3 times the size of だったら正解なんだ、あだから倍数プラス the プラス単位っていう表現は相当レベルが高い、出てきた時に来たって思わないといけない、次はイディオムみたいな感じの 3ショーアップ知らなかったな、これ第1問だからねショーアップ知らない、いやショーだと他動詞だと思ったけど、そうです、ショーアップでアピアの意味になります、ショーアップが現れる、あれ熟語やってるっしょ、そうですね、速熟、速熟だ、速熟出てこない、ショーアップだからショーだと他動詞だと思っちゃうけど、ショーアップでアピアだからね、よくわかんない。2インフォメーションは深さですね、ね、フィーアルムです、はい、はい、次が3、はい、あノッタンテルは知ってた、はい、知ってました、なんとかして初めて4、16も4、79も4、なんでだってありえない、 had not ing なんて存在しないでしょそうですね had の後ろに ing 系なんて来ないでしょ、はい、さすがにそれを間違うのは予想してませんでした、はい、3、いわゆる独立分子構文ですね、あもし動詞を置いてしまったら接続詞が必要でしょ、だから they are being にしないといけない、次が either is fine とか3、either is fine どちらでもいいっていうんですね、 both の場合は複数扱いだから both にならないといけない、 either is fine どっちでもいいですよっていう表現です、3 はい、苦手だな、 almost his student、 most of the 複数名詞もしくは most of 所有格複数名詞ですね、はい、苦手だな、モーストをモーストをちゃんとやって、はい、1、やっぱ間違えたでしょ、どうせ with 選ぶと思ってたんで、そうですね、 with たす ing っていうのはありません、そんな表現ありません、 while と ing はしてる間です、だから with たす ing は独立分子構文があるせいで with たす名詞プラス ing だから、 with たす名詞プラス ing で with たす ing っていうのは存在しません、はい、1、very far あるけど、 by far the 最上級、知らない、 by far the 最上級、最上級を強めるものっていう基本、まあ基本的なものが弱いですね、まあ、基本的なものと応用問題両方穴があるって感じですね、まあまだまだ勉強して埋めていかなきゃいけないと思います、多分多くの人はこんなもできないのかって思う人と勇気づけられたって人もいるかもしれないですね、まあまだこれぐらいなんだっていうのでそれでもいけんだって思ったかもしれないんで、はい、なんで鍛えてください、はい、ということです、はい、じゃあこれからもやっていきましょう、はい、お疲れ様でした。